藤川正人は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、自民党愛知県連会長。元財務副大臣、元参議院財政金融委員長、元総務大臣政務官、元愛知県議会議員。愛知県庭郡副総長出身。愛知県立庭高等学校卒業。1983年、南山大学経営学部卒業。同年。 副総長役場に入り、教育委員会社会教育課に勤務、文化事業の仕事に、主に携わった。1998年12月、副総長長の沢田正夫が町長選の参戦出馬を表明。庭群選挙区の愛知県議会議員は、副総長と大口町の町長経験者が交代で務める、不分立が公然の事実として続いていたが、藤川は、 沢田の参戦出馬表明を受け、翌年4月の県議選への出馬の意思を固める。しかし1999年1月の臨時議会で一転、沢田は県議選への蔵がいを表明した。18人の町議の支援を得て選挙戦に臨むつもりであったが、ほとんどの町議は沢田の蔵がい表明を聞くや、否や人へのうち離れてしまったという。藤川のもとに残った町議は、 当時長老と呼ばれた5人だけであった。自民党はどちらにも肩入れせず、両候補者の指示を決定したため、同年4月の県議選、庭群選挙区は、藤川と沢田の無所属同士の一騎打ちとなった。藤川には自民党、愛知十区市部長の鈴木正宏がつき、沢田には現職県議の大竹菊夫がついた。4月11日、藤川が大佐で、 初当選。自民党は選挙直後に藤川を追加公認した。2007年に3期目の当選。県議時代に自民党愛知県議員団政調会長、自民党愛知県連政調会長、自民党愛知県連青年局長、自民党愛知県青年議員連盟幹事長などを歴任。2009年6月、自民党県連は翌年の参院選に向け、 愛知県選挙区現職の浅野正人の公認を党本部に申請。ところが、同年8月の衆院選大敗を受け、党本部は県連に公認の再申請を指示。2009年12月14日、自民党愛知県議団は県議団総会を開き、藤川の擁立を決定した。2010年1月19日、自民党愛知県連を藤川に一本化する方針を決めた。 再選出馬に強い意欲を示していた、朝野も1月21日についに立候補自体を表明した。藤川は6月16日に県議を辞職。7月11日の第22回参議院議員、通常選挙で918,187票を得て初当選。当選後、麻生派に入会した。2011年2月13日。 自民党県連会長の鈴木正二が知事選敗戦の責任を取り会長辞任を表明。公認の県連会長には知事選で勝利した大村秀明と親しい県議の寺政学が就任した。同年4月の県議選に寺西は出馬せず、地盤を、息子の寺西厚氏に地盤を譲った。任期は前会長の残り任期が切れる7月までとされていたが、 県執行部を中心に続投支持の声が上がった。それに対し、鈴木前会長ら旧執行部は寺西が4月に県議を引退したことを問題し、議員でもないのに県連トップはおかしいとして藤川を擁立した。県連は33年ぶりの会長選挙戦に突入する事態となる。ところが6月27日、寺西は立候補を取り下げる意向を固め、 7月14日の県連党大会で藤川が会長に就任した。2016年の参院選から愛知県選挙区は改選数が3から4に増える。自民党は藤川のみを立て、民進党は現職の斎藤義孝と新人の伊藤隆の2人を擁立した。得票数1位で再選。ありがとうございます。